ショーリメイクルー。いやー、始まりましたね。今回一発目から新キャラが出てきたじゃない。そうだよ、あの当時を無傷で倒すって相当強いよ。それにしても第一章だから私やセッカちゃんの出番がないのは寂しいね。そうです、私もせっかく出番が増えてきたのにあんまりです、ご主人。まあまあ今回は許してよ。その代わりに第三章ではいっぱい出番あげるからさ。まだ半分もできてないのによく言うわよ。頑張ります。とりあえず今回のリメイクは最初から見ても楽しい、第二章の後から見ても楽しい作品になっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。それじゃあ放課とセッカは女神旅シリーズの方でぜひ頑張ってね。そうだね、いつかはパトパトチャンネル1の人気シリーズになってやるんだからね。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。怖いのやー、ほんといつもいつも。なんでストーリー茶番はグロとホラーを混ぜてくるのかしら。何もないって油断してたらいきなりドーンって出してきて、ほんと腹立たせばよね。そろそろやめてあげないと。青みが、うるさいわよアホゲ。いつものセッカちゃんじゃない。仕方ない、僕たちの平和のために青みには犠牲になってもらおう。そんな、まさか今回は僕が狩られる方。そろそろこのブルーベリーを殴るのはあったわね。ってことはシャッコー。やっと。まあ。青み、いいこと一つもしてなかったけど、いいやつだったよ。来世では人を襲っちゃダメだよ。次はパトの番よ。僕、ちょっと待って、僕特に悪いことしてないよ。この原稿を考えた時点であんたが一番の悪者よ。うわあ。ふう、すっきりしたわ。オーカー、今日のお買い物に行きましょう。行こっか。今日もすごく飛びましたね、ご主人。日に日に威力が増してる気がするよ。久しぶりに出れたと思ったらまさかのサンドバッグ。僕、人を襲う方なんだけどな。青にでも勝てないなんてね。いや、本当にあの青い子は怖すぎる。お互い石化のサンドバッグとして頑張ろうね。ただご主人がグロシーンやホラーシーンをやらなかったらいいだけなんで。それじゃあ、次回もお楽しみに。俺ワクワクすっと。なんかもいろいろとおかしいですよ。今日のうどんげちゃん。さあ、今日は印象が悪くなったうどんげちゃんのイメージアップのために駅前でチラシを配ろう。こんなことより早く台本を。台本ってなーに。あ、いえ、なんでもないです。よし、それじゃあいっぱい配ってね。健闘を祈る。はあ、仕方ないからやるか。パトパトチャンネル、パトパトチャンネル。すごく面白いからぜひ見てね。客が一人も来ない？なんでチラシを配ってるだけなのに、人一人前を通らないのよ。あれですよ。怖いですね。何か聞こえるわね。あの人がここ最近多くの人を誘拐、脅し、殺害とかしている通り魔、通称うどんげ、らしいわよ。ああ知ってます。男は容赦なく殺害して、女性は監禁や、拷問でじわじわいたぶる変態って聞きましたよ。はあ、誰ですか？そんなことを言っている人は。け、話しかけられた。うわあ、私は拷問や監禁は嫌です。逃げろー。一体誰がこんなことを。郊外、郊外。あの声はうつ主さん。なんとこの駅前でチラシを配っている紫ウサギは最近幻想郷を脅かしている通り魔、通称うどんげ。こいつはなんと男は殺害、女は誘拐、監禁、拷問、脅しなど殺しはしないものの、女性をいたぶるという変態です。紫ウサギを見つけたら近づかないように。あの野郎、私の隣で私の悪能を広げやがって。ふう、今日もいい仕事したし、冷戦のところにでも様子を見に行こうかな。キーサーマー。よくも私を貶めてくれたな。うわ、ブルーベリーと紫ウサギの奇跡的コラボ。青みらしく今から食い散らかしてくれるわ。じゃあ、ごめんなさい。ニーガーさんぞ。今日のうどんげ、早い。よし、今回はいい印象を持ってもらうために街のゴミ拾いをしよう。なんかこの雰囲気懐かしい。ダメらっしゃい。確かに1年も空いたさ、でも僕たちはそんなの知らないという顔で続けるんだよ。確か、第一章 R が終わったら第三章の予定じゃ。おだまり、仕方ないでしょう。第三章の準備が先にできてしまったんだから。はあ？とりあえず、早速ゴミ拾いをして印象回復させるよ。それよりうぷ主さん、そこに立ってたら。邪魔よ邪魔よ。こんな感じ。とりあえず掃除しようか。いざ、掃除を始めてみたら全然ゴミが落ちてないですね。平和万歳。ここには変な人が住んでいるんですね。なんか気にしたらダメな気がする。マジでうまい。早く終わらせよう。今日のうどんげちゃん。
こっち。ここ絶対にヤバいですよ。呼んだ？呼んでないわよ。また呼んでねえ。まあ気にするなよ。気にするわよ。マジでわあ。あなた前回もそれしか言ってないじゃない。もう帰ろう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。